ガヌアです。キャビー来ました。はい、皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。新年一発目、前のスープラ潰します。2023年は破壊の年にします。今から俺らがする企画は、どんな YouTube もできへん、ウーバーイーツーってやってる YouTuber、 よう見とけ。そして共用者はこちらです。見てください。みんな落ち、安心してくれ。今待って、また面白くないドッキリちゃんと思ったやろ。はい。ああ、やめたよ。YouTuber はこれ、こめかみ平次か、なんかあの桐崎谷しかなんか知らんけど、なんか家の上から投げたりとか、他にも YouTuber こんなん使って、しょうもない使ったやつおるわ。これ使われた、これ使うべきよ。そっちですね。企画は MI 呼び出して、発泡スチロールやから大丈夫っつって、これでショート取ろうって言うんですよ。で、あいつ、OK って言ったら、もう終わり。あいつが、こんな発泡スチロールしょうもないわ、本物でやってくれって言ったら、俺これ食うわ。これ。うん。ということで、こちらとか見ていけば不幸調査員、気合いだよ、その時で。出てきましょう。レッツー、ドゥイファックユー、ファーッ始まったぜ。本物のチャンネルガードマン、ガー大丈夫かお前。ナッシードッグ新作発売、ベイビードッグパーカーが新作発売です。こちらカラフルなって感じになっておりますよね。フロントでこの可愛さをデザインって言ってまた見てください、この新キャラのクレイジーベイビーです。ちょっとドアップでしてごらん。めっちゃ可愛いっすね。でしょ？これ実際、チャンネルガードマンであったおもちゃのドッキリ、家のドッキリのやつの雰囲気をちょっとやってます。ちょ、動画も意識しながらのナスイドッグコラボということで、もうこれ間違いない可愛い限定商品です。他にも色あります。こちらです。はぁ！こちらブラック！もうブラックは間違いなしですね。カラフルな感じ。ちょっと大人っぽくもあり、子供さもありみたいな。他の色もあります。こちらです。はぁ、こちら見てください、グレーです。世界の色、グレー。どんな服にも似合う色がグレーなんですよ。大人の方も着れますよ。他にもこの色あります。こちらです。はぁ、見てください、ベージュです。もう前回めちゃめちゃ人気やったベージュ。今回も、取り組んでます。女性の方も全然着れます。もう皆さんぜひ着てください。もうね、ナスイドッグのパーカーね、もう毎回毎回すぐ売り切れちゃって、もうね、皆さんにね、再販して再販してっていう声が毎回多いので、皆さんぜひお急ぎください。詳しい内容はコメント欄、概要欄にリンク貼ってますので、そちらから飛んでください。ユーマこれ着て子供と遊んちゃいな。ちゃんと撮っとけよ。はい、おい、何してんの、おい、何してんの、どうしたの、ちょっと出てきてもらっていいですか。あ、すいません。誰に向かって言ってんの。え、どうした、誰に向かって言ってんの。あ、すいません、おでっす。なんかショート動画撮りたいなと思って。要はさ、しょうもない YouTuber とかやってるやん。じゃあ、うわー、動いてーって、それちょっと撮りたいなと思って。それって俺らもしょうもない YouTuber になるやん。いいじゃないですか。発泡スチロール今投げたよ。全然大丈夫。ガンガンすね。でも練習していいっすか。エマイ君お疲れです。お疲れ、お疲れです。お疲れ、どうしたん。あ、エマイ君これ見て。あーあーそうです。大丈夫、空気で負けたけど大丈夫かな。大丈夫、今のでいける。全然大丈夫で、これ優しくそれも投げていいんちゃう。あ、オッケーです、一応傷つくかもしれない。これだから、ああ、ちょっと別にやらんで、一回で、一回でいいから。はい、いける。じゃ一応カメラ。まあこれどんな感じだ。こんな感じですね。どんな感じですか。逆光とかなってない、これ大丈夫。逆光はいけてるっす。逆光いけてるよ、お前。太陽に上にあるやん。バカだな、お前。おい。逆光大丈夫かどうか、お前が一番わかんない。太陽がそこじゃないか。こっちなんですね、太陽は。これね、あ、これで。じゃあちょっと歩いてきて。え、もう一回練習行くわ。はい、エマイガー、あ、お疲れ、どうか、エマイガー、これ見てください、これ。カメラの方に来ないと、リアクションもっといける。ちょっと、俺こっちから来た方がいいかな。こっちでいいか、知らんわ。おい、なんでやの。あいつさ、なんかマジでやられた時のリアクション忘れてない。まあ、なんかもう、なんかビール出してる。なんでやって、投げてる。あ、なんか言ってないですよ。エマイカー、お、どうした。お疲れっす。お疲れ。これでやったよ。もうプレイだよ。
ほんで、ほんまにそんなガンってやめてな。はい。ほんまにな。先生。すいません、ちゃうから。何回もやっちゃってるから。分かってるから。じゃあもうほんま行こう。はい。時間ももったいないし。オッケー。じゃあ。オッケー。ちょっと待ってくださいね。あ、ちょ、お前カメラやれや。すいません。お前その感じやばいって。すいませんね。じゃあカメラ用意しなかったんで。もうオッケー。オッケーです。オッケー。もう一発で決めましょう。エメくんお疲れっす。お疲れっす。何してるん。エメくん、お疲れ。エメくん、これ見て。見てくださいよ、エメくん。何すかな。やばい。うわすげえ。エメ君、エメ君マジすいません。エメ君、エメ君マジすいません。ほんまにエメ君すいません。ほんまにエメ君すいませんこれすげえ、目みたいになってる。目やん、トーマスみたいになってる。エメ君マジ大丈夫ですか。エメ君マジ大丈夫ですか。待て、マジ止めたって。おお、なんすか。なあ、死んだ。ほんまか。どうしたんですか。どうしたんですか。ほんまやばい。めっちゃ。ほんまに殺すお前。さすがにシャレならんぞ。ちょっと僕チャンスほんまに。えっと、なあ、しつこい。すみません。なんだお前らけ。なあちょ、ほんま一回落ち着いてください。ちょ、ちゃうやろかボケ。マジ落ち着いてください。ちょ、お前ほんま死んだくねえんだろ。お前マジ、マジ笑うなって。うおー、いやいやっす。え、け僕マジで車系とかやるって言ってマジ止めてたじゃないですか。ほんまにスープラーあかんって。あっか、ほんまに行ってまいそう。ちょ、マジこれやじすぎっすよ。え、これ中地区行けてんすか。ちょ、待って、ほんまに終わりなんやけど。え、ちょ待って、行く、ガシャガシャ。ちょ待って、ちょ待って、ガシャガシャ。マジで外見えるっすか、中から。ちょっと待って、これ待って、廃車じゃん。これ待って結構だるいっすよ。この中とかも入ってるんで。俺今一番大事にしてるの車って、お前ら知ってるやん。そう、知ってる。ほんでお前らが車のドッキリで落書きとかでさ、した後さ、俺毎回さ、もうほんで切れてさ、もう動画界のとこで俺マジで言ったやん。もう車ほんまにやめて、それ以外逆に何でもええからっつって、はい、俺車だけはほんまにやめてって、俺あの時マジでお願いしたいな、お前らに。はい、な、はい、絶対やめてって言ったよな俺。はい、じゃあお前カメラもうええわ。お前それ、俺も喋れ。お前がカメラ撮るやったら俺喋れ。さすがにあれはちょっとやりすぎてるっすね。ほんまにイラつく。お前のその顔めっちゃ腹立つ、マジで。ほんまにイラついてくる。じゃあもう動画とかじゃなくて、もう言うわ、お前キチが死ね。よし、な、死ねえお前ほんまに。ガードのあいつ、あいつはいい、知ってんねん俺。
でもさ、俺何されてもずっと我慢してたやん。散々我慢してんやん俺。でも絶対何もせえへんって俺あいつの家ずっと知ってるけど、ずっと我慢してたやん、はい、やられてもよ。で車まで俺でも車だけはやめろっつってたやん。はい、でも俺ずっと我慢しててさ、何もしないやん。はい、知らんで俺やるからな、マジで。お前らほんまに知らんことなんで。すいません。なあ、すいませんとかじゃないで、俺もうだから止まれへんで、俺もうマジで知らんで。なあ、はい、なあ、なあ、はい、俺行くからな。行きましょう。行きましょう。ちゃうやんけ、あ、マジで。なあ、どうなっちゃうべたってんだ、お前。すいません。お前もう消えろ。お前首。お前はチャンネルガンダムおらんで、うっとうしい。お前何もせえへんから。お前止めろっつっても止めん。俺車だけやめとけよっつったけど、お前が企画の途中で止めへんってことは、お前はもう首。お前もほんまに知らんかったっす。お前と一緒にカメラ撮れんと俺一人で撮る。お前はもういらんしね。マジ知らんかったっす、ほんまに。もう動画までいいよ、もう止めて。うっとうしいわ。すいません、マジで。タクシー呼んで。タクシーですか、うん、これ大丈夫ですか、ガラス。うざいってお前マジで。こんな感じで来んの知らんからな、お前。すいません、新大阪向かってください。すいません、もう来んなよ、ボケ、お前。もう消えろよ。寄せてください。何がやねん、なんでお前が飲んだんだ。なあ。特にガードマンに対する感謝は、これマジで俺伝えたくて。以前の動画で警察に取り押さえられてしまい、ご迷惑をおかけしました。あいつ東京で多いやんの、はい、こいつここ住んでんねん。おい、おい、ありがとう、お前とこ見せられてますか。知らんか。はい、僕のことを訴えるというガードマンの弁護士からも連絡が来ました。一回スタッフですか。ちょっとね、話してよ。何、落ち着こう、落ち着こう、落ち着こうね。